こんばんは。無音タイムおしまい。おしまいです。こんばんは。こんばんは。そう、さっきね、横に話しかけてたのは、ちょっと話しかけると反応しちゃうから言えないんですけど、うん、AI のロボットちゃんにお鍋のタイマーをかけてて反応したもんね。そう、うん、こっちに向かって話しかけてたら、うん、誰かがいるんじゃないかってなんですけど、ロボットです。ロボットちゃん恥ずかしい。そう、嬉しい。お鍋、そう、出来上がりました。急遽、嬉しい。でもさ、私そのロボットちゃんに話しかけるとき、いつもちゃんとそっちの方向へ向かってますよ。うん、え、かわいい。どんな時も。どんな時も、うん、嬉しいよ、ロボットちゃんも。嬉しいかな。え、暑そうだよ。いっぱい彩りを。下を持ったらいけそう。暑いよ。何鍋か言っていい？いいよ。もつ鍋です。もつ大好き。大好き。鍋ブームすぎるよね。なんかさ、見て、こっちのね、さやの画角だと鍋見えないの。あ、本当だ。こっちね、ちょっと雑魚高め。高めです。こちらです。イェイ。なんかお箸持ってると難しいね。うん、じゃこっちも。イェイ。さやちゃんのとこに映るにはちょっと伸びない。そうだよね、みーちゃん。ごめんね。いただきます。いただきます。やった、配信で食べるの少ないから。そう？そう、私ちーちゃんとクリスマスパーティーの時も、うん、ホットケーキ作ったけど、うん、食べるのは恥ずかしいから食べる前で終わり、うん、え、そうなの？かわいい熱そうだ。うん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 、え、ちゃんとできたよね。え、バッチリだね、これ、うん、よかったよかった。タイマーもバッチリだ。そうそうそう。なんかすごい、なんかすごいの来たよ。なんで？みーちゃん隠れて七福神さんのうちの一人になれた。ありがとうございます。やったやったね。すごいタワーが来た。すごいすごい。あ、そう、私はジョナちゃんとねえ、お疲れ様。ありがとうございます。朝早くから寒い中並んでくださった。そう、皆さんありがとうございました。本当にどうだった？すごい楽しかった。でもなんかもう本当にもう感謝の気持ちでいっぱい。寒いよね、だって今日ね、うん、そう、ありがとうございました。いや、お疲れ様だよ。うん、うん、なんかさ、うん、アイスクリーム唐揚げ、え、そう、がさ、トレンド入りしてて。え、トレンド入りしてたよね。ね、すごい、うん、ね、嬉しかったです。アイスクリームと唐揚げ、本当にすごい ね、 ね、ちょっとあとは皆様お楽しみに、ね、うん、うん、でもね、オンエアされるもんね。そうそうそう。え、これ何味？お醤油かな。なんだろう、お醤油っぽいよね。うん、美味しい味がする。うん、うん、もつが好きなメンバー割と少なくて嬉しい。だから、うん、暑い、とにかく、うん、暑い。あとでもひーちゃんとちーたん、うん、そう、ちーちゃんにもつ鍋を教えてもらって好きになった。そうだったの、うん、そう、ちょうどこれ、うん、そう、これも美味しい、うん、座高の問題で私はこの座り方で、うんうん、いただきます。うんうん、染みますね。染みる、やっぱ冬は鍋だよね。本当にそう、お料理の深さ私本当にできないからさ、その、うん、温めることしかできなくって、お鍋、うんうん、うん、お鍋パーティーしよう。じゃあね、今日は背景見てわかるかな、うん、みるちゃん家に。そう、いつもやってる場所とは違うんだけど、背景はこちらに、うん、ね、かわいい。2人でおみるちゃん家に、いざそうね、お邪魔してます。いらっしゃいませ。嬉しい、うん、うん、
具を知りたい。だって具なんだと思う？何でしょうか。もつ、そう、もつ鍋の代表的な。うん、でもお野菜ね、なんかそうそう、みーちゃんがよそってくれたんだけど、うん、めっちゃ、うん、なんかすごいお野菜いっぱい入れてくれてる。あ、ほんと？そう、なんかさ、なんかどのくらい平等にあのお野菜入れようと思ってしたら、うん、なんかいっぱい入った。めっちゃ嬉しい、ね、よかった。優しさ、まだいっぱいあった。いっぱいあった。え、いっぱい食べよう。まずなんかさ、食べてるとめっちゃ集中しちゃう ね食べるのに。食べるのに集中しちゃう。うん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 、ハモった。うん、おいしい、おいしい。そう、ずっと、でもなんか配信始まる前ずっとなんか一生喋ってたよね。うん、椅子の座り方、え、そう、なんか切り株に腰掛けてる、なんか切り株に背中をくっつけて、なんかこうこうやってあっちの方向を見ながらお互いこうやって話してるみたいな。なんか大きい、え、これ言って平気？いいよ。これなんか大きい、うん、なんていうの、人をダメにするソファー、人をダメにするソファーをなんかそう、みーちゃんちに置いてあって、それになんか2人で腰掛けて、でもなんか背中を向いてこうやって喋ってた。多分しかもこれ一人用だからさ、で2人で座るとみたいな。ちいちゃんがお家来た時も、うん、ちいちゃんと私多分さ、うん、なんか多分なんだろう、身長一緒だからさ、うんうん、スポッて王様。でも私たちもちょっとなんか難しかったけど、うん、机との距離が近すぎたのかな。足をなんか新面にしてね、なんかいい感じにそうでバランス取っちゃったよ。めっちゃバランス取って、なんかでも映えてたと思う。ね、映えてたよね。なんか黄昏れてこうやって話してたの。嬉しい。暑くなってきた、うん、今日さ朝さ早くて寒かったからさ、うん、あのありがとう超極暖、うん、あの北海道のさ、うん、北海道やだよ、やだよ。北海道に行くときにあのなんだ、寒さ対策の、うんうん、あのなんだろう、うんうん、防寒具とか持ってなくて、うん、一緒に二人で買いに、ね、行ったの ね一緒に買いに行ったんですよ。そう、ユニクロ初めて人と行ったね、うん、いつも行くとしたら一人かお母さんとかだから、うん、なんかみーちゃんとなんか北海道の防寒具を買いに行けるなんて、うん、ね、嬉しかった。2人でお揃いいっぱいだったのに、ね、靴下も靴下もレギンスもめっちゃお揃い、超極暖の、うん、あのあれもヒートテックも全部みーちゃんとお揃い。あ、面白い、うん、でもだからね、間違いなしだったね。ね、むしろなんか暑かったよね、暑かった、北海道。うん、うん、お、じゃあ今日それを着てるんだね。うん、そう、あちあちだね、あちあち。そしたら確かに、うん、でも普段そんなさ、うん、なんかあったかいヒートテックとかめっちゃ買いにさ、うん、なんかすごい広いさユニクロだったからさ、うん、めっちゃ迷子になったよね。うん、うんうんうん、なんかうん、ね、その上に書いてあるんだけど、なんか、うん、あの何がどこに売ってるかみたいな、ちょっと私あんま見てなかった、見てなかった、見てなかったし、あんま結構勘で言っちゃったから言っていいかな、でもね、ちょっと秘密やめて、秘密にしとこう、面白すぎるから本当に、あ、面白いね、私たちあれ楽しかったね、なんかお使いに来たみたいな感じだった。うんうん、秘密にしよう。そうしようね。うん。ああ、面白い。え、なに？札幌で撮った写真見てたら、ミルテンのベルト取れてたって。あ、ここ。なに？ベルトなんてあったっけ？アンチコンフィチュールとか？うん。でも、ベルトが取れるってことあるっけ？ベルト？どういう衣装だ？みーちゃん。長くなってた部分かな？でも、そういう衣装かな？え、わかんない。取ってる間に取れちゃったのかな。あれ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 、あったかいねえ、本当にあったかい。ち
ススキの衣装、え、ベルトあったっけ、うん、ないススキ、ススキの衣装は武道館の衣装、色違いだよ、みーちゃん。そうだよね、わかんない、ちょっと急いで着替えたので、やっぱ幸せ、うん、私も一緒にご飯食べたい、食べよう、うん、うん、うん、アンティコンヒチュールってどうやって言ってる？え、略さない、やっぱそうだよね、うん、やっぱノイミちゃんは略してないかも、うん、っていう話になって、この間、うん、配信で結構なんか皆さんがバラバラ略し方が、てんどことか、あ、そう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 、てんどこ言ったことないよね、私もない、天使だよね、うん、うん、そうないな、アンティコンヒチュールって言ってるよね、うん、アンコンとかアンチュルとか、アンチュル初めて聞いたとか、いろいろね、みんな、うん、なんかいろんなアンチュ、おー、コンフィチュール、なんだろう、なんだろうね、アンチュルだってね、チュールチュールチャウチュールってなる、なんだろうね、みんないろいろあるんだね、うん、熱くてもうほっぺが、うん、超熱い二人ともルイボスティーだね、今日。え、待って、ほんとじゃん、うん、大好き、ルイボスティー、美味しいよね、うん、私も大好き、うん、なんだろう、なになに、え、じゃあ私はまずすぐ終わる質問なんだけど、うん、2月って1月より寒い、寒いかも、寒いか、寒いかも、確かに、え、わかんない、どうですか、寒いかな、それ聞いていい、うん、忘れちゃったもん、ね、やだ、やっぱさやちゃんから聞くべきだった忘れちゃった、寒いのやだ、いや、あのね、寒いとね、うん、あの手がかじかんじゃってね、うん、携帯とか持てないな、確かに、か、震えちゃう、みーちゃんいつも寒いと震えてるね、本当にもう、なんだっけ、札幌のさ、公園の前さ、うん、私、こうマイクのさ、ここに私の歯のガチガチ音が入っちゃってて恥ずかしかった、うん、歯揺れちゃうよね、そう、始まったら全然あちあち、うんうん、お、やっぱ2月の方が、そっか、寒いって、そっか、東京で雪見てない、え、降ってた？この間、あ、降ってたかも、一瞬だけ、見たかったよ、そう、うん、課題、そっか、そういう時期か、偉いね、うん、うん、でも今は暑いね、暑い、とってもおかげさまで、なんかもつ鍋食べると唇がプルプルになるね、うん、確かに、なんだろう、もつの油、うん、いいね、うん、プルプルうん、うーん、肌にもいいね、うん、ね、絶対この出汁が美味しいね、ちょっといただきます、失礼します、うん、美味しい、え、美味しい、染みます。わあ、さやちゃんのやだ可愛かったな。ちょっと恥ずかしいです。冒頭からひーちゃんがいつもと違くてさ、ってなってさ、しかも2番から踊り出しだったじゃん。そうだね。あ、ごめんね。ごめんね、ありがとう。
サビは2番からだったからさ、うんうん、しかも2番のサビってさ本当にさ、うん、頭をさあのニャ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 ねってやんないとさ本当にあのトラップじゃん。トラップ、あのダンス本当にトラップすぎる。トラップダンスなんだけど、そしたらさせいちゃんがさやーだって言ったからってなりながら本当に本当だよ。私の携帯映像見たら多分私めっちゃ口と目開いてる。本当にびっくりした。えって言っちゃってたかもしれない。本当にえ嬉しい。可愛すぎて。可愛い。そんなみーちゃんも可愛いよ、ね、いやいやあれはまたね聞きたいですね、うん、いやでも特別バージョンだからね、もう特別ですよ。うん嬉しい。うんあれは素晴らしかった。素晴らしかった、うん、ありがとう。でも間違いなかったから。うん偉い。あそこ本当に本当に難しいよね。難しい。両手だったらねできるんだけど、ね、しかもねやだやだよーってやるから、うん、あの超ーからなの。あそっか。じゃあ私たちはやだよにゃ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 だけどさ、やだよにゃ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 。どっから入ってるの。下からやってるよね、うん、ここからやってるの。やだよにゃにゃにゃ。ここからやってるの。めっちゃ難しい。めっちゃ難しい。めっちゃ難しいよね。すごいねできないやん。そうトラップです。トラップだね、うん。でもそのななかも届くでも生きられるのでななげ、ここからやってるからみんなと考えてるあれが違うのか。難しいって話をしましたよ。めっちゃむずい。あの振り難しいね。できるとめっちゃ嬉しい。わかる、うん、そうそうそう、うん、トラップだね。ね、食べ終わった。あのねもつが食べたい。いいよ。え、本当にありがとう。優しい。ちょっとまた無音タイム。また無音に。ちょっと待って。さやが行こうかな。できる？え、でも、あ、でも私の方が近い。行けるから。優しいね。無音。やばい、やばい。押せない、押せない、押せない。あ、でも、そうそうそう。それが長すぎて。ちゃんが取ってきてくれた。イエイ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 。ズボンは入ってます一応。一応ちゃんとずっとさずっとさ立ち上がったらさちょうどなんかねあって思って大丈夫です。大丈夫だった、うん、だからみーちゃんがずっと入ってます入ってますって入ってます入ってますって言いながらのそう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 、ヒヤヒヤさせちゃう。モツを用意してくれました、うん。あ、みんな心配しちゃうからね。あったかくしてね。はい。爪がさ長いとさこう一体実体どうやってお箸持ってるんですかって見えちゃうじゃん、うん、ちゃんとお箸の持ち方は合ってるんですよ、うん、えらい。爪の関係でね違く持って見えるんですけど、うん、ちゃんとお豆検定も取得してるし。そうだよね。お箸もちゃんと持ってますから。えらいよ。爪確かに長いと。え、変えたの。え、超可愛いね。ありがとう。青いラメ入ってる。そう、めっちゃ可愛いね。なんかね、でも、うん、ピンク好きな色ってあるじゃん。あるあるある。なんかこれちょっとね見てほしい。水色にねしたんですけど、ちょっと水色のラメみたいな優しい。そう、でもなんかすごいやっぱ悩んだの。好きな色がねピンクだから、うん、水色。いやでも水色かわいい。あでもピンク、うん、水色ってなった。なるほどね。でも
叶えられたね。うん、たまにでも水色にしたくなる。水色って可愛い。可愛い、めっちゃ可愛い。さやは気づいたんだけど薄い色が好き。うんうんうん。薄紫とかも可愛いし、うん、やっぱくすみピンクとかさ、うん、ピンクも薄い方が絶対好きだから、うん、なんかちょっとなんか若干光ったら青みたいな感じにしました。嬉しい。ネイルね大事だよね。こう、うん、さあこうポカーンとしてる時とかもつむ見たらかわいいね、なるよね。かわいいネイルかわいい。そうそうそう、うん、楽しみだね。みーちゃんの次のネイル。そう、でもちょっと次のデザインは結構シンプルめにいこうかなと思って、うんうん、親指の親指1個とかだったらいけるかな。うん、多分親指でもね、親指にパーツつけると、うん、缶が開けられない。嘘。でもこれはいける気がする。私こうやって開けるから指のここで開ける。あの、なるほどね、うん、こう開ければいいのか。そう、あのトマト缶の場合はね、うん、そうなった、うんうん、でもどうなんだろう、ジュースとかだと。そう、なんか開けられなくて。開けてあげるよ、優しい。でも一人でお家でだったら難しいから確かに。でもスプーンの、うん、スプーンとかさ、平べったい、うんうん、なんか絵のやつ、うんうん、で、うん、開ける。確かになんか硬いので代用すればいいのか、うんうん、できそう。そう、うん、って思いながらまた親指にパーツをつけてしまう。かわいいよ。いや、シンプルだよこれ。シンプル、かわいい。シンプル、シンプルにしました。ビッグハート、かわいい。これ大きいね。そう、でもさ、コンサート、うん、5周年コンサートはすごいもうモリ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 にしたい。私もだってさ、お誕生日にももうすでに可愛い爪にしておきたいから、うん、あ、そっか、近いよね。そう、だからそう、ちょうどいい感じの時期にネイル変えられそうだから、うん、ちょっとめっちゃ計算してる人計算、まず今の会話がめっちゃ女子なの、うちら。確かに女の子の会話ね、先を読んでネイルのことまで、うん、いいね。なんか沈んでるね、こっちの画角だと、うちら、うん、こっちだと浮いてる、うん、本来ね。うん、50年楽しみだよね。ドキドキ。すごい、リップ落ちなくてすごいって。確かに待って、本当じゃん。確かにすごいね。ロム&使ってるよ。みーちゃんは、ほんとね、今日お仕事の時はなんかシャネルのなんか落ちないやつ。おしゃれる。そう、落ちないやつがあって、うんうんうん、今はコスノリっていう、なんか何それ、あのね、教えていただいたパーソナルカラー診断の時に、そうを使ってる。うん、いいね、うん、おいしい。もつおいしい。うん、韓国コスメなんだね。うんうんうん。ネイルチップをオーダーしてる。いいね、ネイルチップ、うんうん、いいよね。お、おみねちゃんも診断行ったんだ。うん、行ったね。後日診断結果の方を載せていただきます。私たち載せてない。乗せなきゃだね。うん、ね、みーちゃんは昨日、うん、もう成人式イベント、うん、そう、イベント、イベントっていうのかな、ね、皆さんの近くに行けるイベントというか、ね、お仕事がたくさん。かわいかった。嬉しい。クラゲちゃんヘア、そう、大好きだからね、似合う、本当に嬉しい。すっごいかわいかった、あの振り袖も。ピンク、ね、くすみピンクがなかなか着ないから。え、ねさえちゃんとこっち似合いそう。大好き大好きカラーだった、
なんでこうやるかっていうと、うん、飲んでる時に自分の顔がここに浮き上がってきたのが怖いからなんか独特ね、一回あるのコップ飲んでたら、コップでお水飲んでたら、うんうん、コップの底から私の顔が出てた、うん、え、配信で、うん、そう、でめっちゃ、ね、恥ずかしいね、恥ずかしかったからね、うん、対策対策いつもさ、こうやって飲んでるよね、あ、そっかそっか隠れて画面からみぬちゃんおめでとうだってありがとうございます、めでたい、ありがたいですね。でも、まだだよね、そう、まだ19歳なので、まだまだね、本当に大人になったという感じはあまり、うんうん、あまりないんですけど、あまりない、そう、そうだよね、萌ちゃんもね、そう、可愛かった、そう、もうずっとインタビューの練習をしてたんだけど、うん、そのノイミの5周年の目標をなんかお願いしますみたいな、うんうん、あのを言っていただいた時に、うん、最初にジョイちゃんが、うん、あのあゆみちゃんがしっかりと喋ってくれた後に、うん、もうやばいやばいと思って頭が真っ白になっちゃって、頭に浮かんだのは、うん、萌ちゃん練習してくれる萌ちゃんのにっこり笑顔で萌ちゃん助けてってなってけど、うん、けどなんとかあのね、そう、自分が言いたかったことは言えた、よかった、だっていつも言えてるもん、そういうなんかさ、インタビューとかお仕事とかみーちゃんしっかりしてる、いやいや、もう萌ちゃん、萌ちゃんが宿ってたの、そう、もう本当に心にいいね、そうよ、だからなんか萌ちゃんがなんか行くっていうのを聞いてたから、うん、そう、なんかいつ、なんか今日だねみたいな感じの会話をしてて、うん、連絡で、うん、たらなんか返信がなんか一緒、もう4年も経ったねみたいな感じの返信が返ってきてたの、うんうん、なんか4年前だねみたいな、4年前か、そう、やばくない、4年前か、私とか萌ちゃんとか見れた、結構いっぱい、今年も多かったけど、うん、生たちの代もめっちゃ多くて、ミレタンと萌ちゃんと、うん、マイカさんと、うん、花さんと、うんうん、私5人いたから、すごい、そう、同じくらいか、こっちも、そうそうそう、6人だから5年、4年前だだとね、でもみたいな会話をした、覚えてる、写真、の写真とかめっちゃ覚えてるから、あっという間めっちゃ緊張した、なんかさ4年前だから、うん、まだノイミーに入って1年経ってない時、うん、だったから、なんかすごいその成人式イベントめっちゃ緊張したの覚えてる、だってインタビューとかさ、私もさ、なかなかね、うん、インタビューああいうなんて言ったらカシャカシャカシャっていう感じ、なかなかね、そうだよね、振袖だしね、うん、だけど懐かしい、あ、ね、今回は私たちは振り袖はオンディーヌさん、そんな可愛かったな、とかでも多分さえたちもそうだったよ、あ、そうなんだね、可愛、うん、い、振り袖めっちゃ可愛かった、そう、なんか小物っていうの、うんうん、そのここの襟の部分とかの細かい パーツじゃない小物がめちゃくちゃ可愛くって、うんうん、可愛かった、そう、凝ってるよね、うん、おしゃれだった、うん、みんな可愛くてね、カラフルでしたあ、おもちちゃんありがとう、また後日書かれていただきねおたわありがとう、後で読もう、さやの方も、うん、いや懐かし懐かしの、うん、来年はちーとももっけとキアラさん、あ、すごい、うん、振り袖ね、個性ね、全員全然違かった、ね、ジュイちゃんは誰だった、舞ちゃんとみつきちゃんって聞いた気がする、合ってるかな、来年、うん、来年、うん、素敵、楽しみだな、ね、来年も、でもももきゅんとちーは4月生まれだからすぐに、うん、ね、だってもう秒で20歳、おぎちゃんとはほとんど1年差くらいだけど、ちーちゃんとももは2ヶ月とか1ヶ月ちょいとかだから、うん、ほぼ同い年だよ、それは、うん、学年が、ね、学年が違う、信じられないし、ちーはもう誕生日激早だから、うん、だってさ、ちーちゃんはあれじゃない、
もう学年の中で一番誕生日早いですよね。絶対そうだと思う。だよね、うん、信じられません。この間語り合ったもん。何？どんな話したの？どんな大人になりたいかとか、聞かせてくれるの？ここで。ここでは内緒で。内緒だってみんな。聞きたいよね。うん。ねちいちゃん20歳はちょっと信じられない。私も。みーちゃん20歳も信じられないけど。いやいやいやね、私もだってまだ二十歳じゃないし。そうだよね。ね、19歳だもんね。全然。でもさ、何年か前からあとちょっとで二十歳ですよって言ってた日々がもう本当にあとほんのちょっと。そうだね。どうなっちゃうの？どうなっちゃうんだろう。でも何も変わんないよ。ね、絶対変わらないし変わりたくないな。うん。何も、うん、信じられない。そう、みんながどんどん入った時がさや19歳だったんだけど、無意味にみんながどんどん同い年超えてく年齢が、うんうん、大人になってねえ、もうあっという間5年でだってさね、うん、すごい0歳から5歳ってことでしょ。そうだよ、すごいさ言葉話して、ね、歩いてるね、そうだよね、やばいよね、うん、そうだってすごい覚えてるの、なんかレッスンとかを制服でみんな着て、うん、あ、そうだね、私もなんかそんな日もあったな。そうだよね。だけどもう高校生があと夏美で、夏美ももうすぐ卒業だから、うん、大人になったなって思う、ね、いや私本当に高校で一番忘れられないのは飛行機待ってる時の、うん、あの、うん、あの空港の椅子で宿題をずっとやってた、うん、膝の上で終わらなくて終わりです。あれでも今となってはいい思い出。そうだね、うん、もうそう偉すぎる。なんかもうだってみんなさお勉強をさお姉ちゃんのメンバーが教えたりとかしてる楽屋の時もあったよね。あったね、なんかチート、うん、桃と私でナムちゃんの宿題を見る日、うん、俺萌えちゃんとかが見てきて、うん、ねーすごい覚えてる。なんか多分写真とか残ってる。え、ね、ありそう。うん、さやちゃんはえらい、さやちゃん偉いねって褒めてくれるからありそう。優しい、うん、頑張ってね、偉いだよって、偉いよタンタ。そうそう、大事ですからね、はい、そう、記録担当、写真撮って記録担当ね。めっちゃ覚えてるさやね、君夏の MV とかみんなめっちゃ勉強してて、あー、寝ないね、くしゃ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 ね、うん、そう、褒め担当覚えてますよ。大事、うんね、自分で大事って言っちゃった。いや救われてたから。全然大事じゃないのに。大事ですよ。なんか面白いものあるかな。面白いの？テーマが。テーマ？じゃあみんなからテーマ募集しよう。テーマを募集します。うん。本当に美味しい鍋が。やったね。ちょっと私お腹いっぱいになってきた。お腹いっぱいになってきた？何？ミルテンのさややんが寝てる人の前で仁王立ち。あれさ、本当に公開したことないよね写真。あれない。そうだよね、あれだよね、何に教えてで言ってたやつだよね、うん、この間ね、うん、なんかもう ありがとう。なんかそうなんですよ、飲み教えて見てくれた方はあれなんだけど、さや寝てる人の上に仁王立ちするのが好きなんだよね、うん、変だよね。なかなかすぐにああそうなんだならないけど、こう寝てる、うん、みんななんかレッスン室とかでこうやって上向きとかで普通にこうやって寝てるから、ね、なんか上からの眺めを楽しんでるんですけど、そう本当に面白い、超よくしてるんだけど、動画でもある、動画もある、うん、企みの誰、萌えちゃんの上に立つ、ああ萌えちゃんはね、うん、あの
立ちやすい。そうなの。なんだけど、この間さやが寝てたら、夏民が寝てた。その写真もあるよ。広報担当。広報担当。そうなの。びっくりして、なんかね、そういつも自分がやってるから、なんか。夏民が日本立ちしてるってなって、なんか不思議な気持ちになった。どうだった、その人が上にいる気分は。なんか変だった。多分みんなもそう思ってる。なんか不思議だったね。そう、私たちも見てる時で不思議だもん、本当に。でもしかもちょっとなんかドヤ顔で立ってるのが面白いね。そうなの。なんか、うん、本当に寝てる子、うん、もうガチねみたいな子は仁王立ちで立ってこうやってやっても起きないから。起きても、ね、バレないもんね、うん、なんか起こさないぐらいのなんか絶妙な感じでおちゃらける、うん、寝てる人の上でおちゃらけるのが好きなんです。楽しいね。そうなの、ドヤ顔になっちゃう。本当に面白いけどさ、やっぱレッスンとかだとさ、うん、私は特にメイクとかしてない人の方が多いから、なかなかね、なんか、うん、バッチリなね、うん、やつはないね。え、ない。恥ずかしいよね。ね。飲み方、うん、どんな。みーちゃんはでもすぐ起きちゃうから、うん、あんまり上に乗れません。そうね、私は本当に爆睡してたのは、うん、あのみんなに心配された上を向いて口と目が開いてたの。でもそうかも、みーちゃん寝てる時なんかわかる、ガチ寝は。ガチ寝の時わかる。そう、めっちゃわかる。で、本当にあれの時、あのモードに、あの睡眠になると本当に起きない、なかなか。そうだよね、目開いちゃう、口も開いちゃう、わかるよ、うん、だって名古屋になんか本当の心配する時の顔で、ミルちゃん疲れてるの大丈夫、かわいい、めっちゃ心配させちゃって、ね、ごめんね、今日あんま寝てなかったんだって。寝て心配だよ。なんか、早起きの日で眠れなくて、うんうんうん、そうあるよね。え、スイカゲームやってる。やってるよ。どっち携帯。あ、すごい、スマホ。え、あ、スイッチやってるんだけどさ、スイッチでもやろうかな。やる今。え、やりたい。やろうよ。ちょっと待って。あ、危ない。ね、そうそうだ、みーちゃんめっちゃスイカゲーム好きな人だ。え、そうけど1回しかスイカできたことない。マジで。そう、この間本当にポケーっとやってたの。まあどうせ今日もできないんだろうなっていじけながらやってたら、できた。できて。でもそうだよね、スイカゲームってさ、ブブブブブって急にスイカになるの。そうそう、だから覚えてないの、スイカになった瞬間を。やりたい。やろ。スマホの方がじゃあできやすいんじゃない。え、ありがとう、初めてやるスイッチのスイカゲーム。え、楽しいよ。あれ、なんかね、この画面遅いね。消えた。消えたね。でも画面はついてるはず。え？本当？俺ね。ああ、まぶしい。え、そうなの。メロン。え、そう、パイナッポー、パイナッポーってなるとね、だんだんね、うん、できてくる。え、あ、え、なんか、え、すごい。何が違う、スマホと。え、一緒かも。一緒か。でもなんかこのさ、進化の輪みたいな、うん、優しいね、うん、横に。え、教えてくれないんだ、スマホは。教えてくれない、なんか押したらわかる。あ、そう。え、待って、じゃあさ、一回さやがやって、次みーちゃんね、スイカゲーム。すごい、私と逆な奥位置が。え、本当、私右寄せのタイプ。え、本当に、確かになんか個性出そうね。スイカできないんだよね、さやもあんまり。スイカ難しいよ。そうだよ、私はそのスイカゲームやるとどんどん、うん、あのちっちゃい子たちが下に埋もれてっちゃって、もうとんでもなくなっちゃう。間違えた。スイカゲームでも楽しい。楽しいよね、うん、でも本当に時間が過ぎてくね。でもなんかこの間めっちゃ朝早い日あった、うん、
じゃん、お仕事で、あんま寝れなくて、たらなんかキラリンも寝れなかった。あ、言ってたね。スイカゲームやってたって言ってて、サーモだよ。でも寝落ちしたことあるよ。スイカゲームで？にゃ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 みたいな歌が。BGM。そう。下手かも今日。え、なんかすごい、なんか同じの、これ私はイエベって呼んでるんだけど、イエベフルーツ、イエベフルーツだらけでちょっと困っちゃった、うん、あ、でもいいよいいよいいよ急に桃、急成長、え、すごい、うまいね、うまい、うん、本当にちょっと暑くて、暑いね、本当冷房つけたいぐらいに暑い、超極端な、おかげもあっちゃう、お、いいよいいよ、いいね、上手だ、上手なの、うん、すごいな、嬉しい、初めてスイッチでできて嬉しい、一つスイカゲームしたの初めてだ、じゃあさやがスマホでやって、みーちゃんがさこれでやればよかったね、ねスマホのやつさダウンロードしてよ、あ、しようかな、したらどこでもできるね、うん、240円だよ、しますします、いつでも、だからなんか電車とか、あー確かに、え、乗り過ごしそう、そう集中してるとね、ね、結構危ないです、危ないですね、今結構リンゴ農家、おーいいね、でもこういつオレンジがどこに行っても頼むよ、実りがある感じ、ね、ずっと下向いてて本当にさダメでもスイカゲームは、うん、ね、絶対にちょっとあと5分待って、じゃあみんな私がパイナップルの顔を披露してる、パイナップルの顔、あかわいい、これパイナップルかわいいね、かわいいよね、なんか桃チーターみたい、え、似てる、似てるよね、桃はメロンの方が似てる、桃とチーちゃんを合わせた、確かにメロンがチタチタっぽい、うん、確かに、これ何個？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あ、惜しい、11個しか、もう1個オリジナルキャラクター作らないね、スイカゲーム、うん、スイカの顔やったら、スイカのこと1回しか見たことないから、スイカは覚えてないの、こうだよ、こう、ん、あ、ウィングセン、待って待って、どっちの目、あ、右だわ、右か、右をウィンクして口は結んでる、こっちもやっとこう、スイカゲームの顔、顔ね、スイカ、そ、パイナップルが一番得意、パイナップル、待って、混じっちゃった、待って待って、これこれこれ、え、ほんとに、もう一回やって、もう一回、え、目がこうなってて口がむずい、この顔って合ってる、これわんぱくな顔をするの、かわいい、そう、それです、それ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 パイナップル推し、パイナップル推しなの、うん、何が好きかな、ナシかわいくない、ナシかわいい、なんかちょっとアヒル口でちょっと歯が出てるなし得意かも、さや、さやちゃんの得意かも、ちょっと待って、可愛かったんだけど、ちょっと追求しすぎちゃってるね、もう一回やりたい、もう一回やろう、もう一回やろう、もう一回やろう、落ち着いて、うん、可愛かったよ、え、待って、もう一回あ、それだそれだ、かわいい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 かわいくないよそう、前歯だけ出せるの、前歯だけ出すの、うん、むずいわ、こう、え、できないわ、できてるよ、それはなしで、もっと簡単なのいない、もっと簡単なのは、オレンジはほっぺぷくってしてる、え、オレンジめっちゃ可愛い、うん、あ、可愛い、あららら、可愛い、え、すごいすごい、めっちゃオレンジの
かわいい、めっちゃオレンジ、めっちゃオレンジ、かわいい、めっちゃオレンジになれました。かわいい、これね、いやちょっと見えないね。そう、いちご難しい。いちごこれ何？ねえ可愛いけど確かにこんな顔してるかも。なんむずいね。なし、このイジーパズルのさ、丸が私たちの顔になっちゃったらどうしよう。なに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 、イコのイジーパズルの丸が、絶対嫌だ、絶対嫌だ、絶対嫌だ、絶対に嫌ね。いやー可愛いわね。ダメだよ、コラ画像とか作っちゃダメだよ、丸を私たちの。ダメ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 。いや、桃も可愛い。桃とさ、なし、ちょっと口が似てる、うん、可愛い、かわいい、こうか、あ、来た、何の時間、恥ずかしい、恥ずかしくなってきたので終わります。いや、一番得意はちょっとオレンジだった。そうね、うん、みーちゃんは何、パイナップル、パイナップル、うん、いいね。え、作戦は何なの？え、ないよ。え、でもさ、絶対さ、この梨が成長したら桃になるしさ、うん、絶対さ、あ、え、うまくない？え、ほんとに？だってでもなんかここに寄せたいから、綺麗な段だよ、うん、あ、来た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 、パイナップル。パイナップル来た、パイナップルなった、おめでとう、さやちゃん。パイナップルになったらみーちゃんがパイナップルの顔してくる。そうだよ、やっぱスイカ作んなきゃ、スイカ作んなきゃ、みーちゃんがスイカの顔をしてくれるのに。せて、でもちょっと道のり長すぎ。いいよ、もうちょっと飽きたかも。飽きた、うん、だって配信してるし。あ、じゃあ交代、選手交代、ありがとう。よし、頑張るわよ。スイカ作ったらこれしなきゃ。そうだよ、あ、やばい、ニパイナップル、あ、あ、すごいすごい。あ、待って待って、ニパイナップルしなきゃ。あ、二人で、あ、いいですね。やったね、やったね。うん、平和だな、11時に私こんなに楽しいの。嬉しい、平和だね、うん、嬉しい。もう11時20分いや素晴らしい。でもね、ここからが大変。いや、そうだよね。え、でもなんかスマホよりもなんかあれ大きく見える。だってスイッチ、え、こんなに、え、スイッチの方が大きい感覚あるけど、どうなんだろう。でもこれライトだから多分本当のスイッチだったらもっと大きいんじゃない。本当に、うん、傘がなんかかな、なんか、あ、こっちのが、ここの面積、そう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 、そんなことあるの。あ、いいよ、いいね、共同作業、共同作業でスイカゲームやったの初めて。あ、ね、初めて、うん、いいね。なんかでも下にやばい、あ、いいよ、いいよ、この子成長させたらね。ね、梨かわいい、梨かわいいね、うん、来ました。お、お、三なし、三なしになったよ。あ、来たよ、もかわいい、かわいいよ。だってトリプルパイナポーになるかも、このまま。え、でもさ、そしたらやっとメロンでしょ。そうだよ、スイカは本当に長いの。長いよ、スイカゲーム楽しい。こんな楽しいと思わなかった。え、ね、先にさ、メンバーがめっちゃハマってたからさ。え、ね、結構後から、あ、やらかした、やらかした、嘘、本当にこっちでね、リンゴは作りたくなかった。こんなに楽しいと思わなかった、ね、本当に。なんか悔しいんだよね、できないと。で、いっぱいやっちゃう、何回も、なんで次こそってなっちゃうから、そうで、眠れない。そうそう、あ、やばいやばい、来てるよ、来てるよ。あ、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 いいんじゃない。でもそのやっぱどんどん大きくなるからさ、あー、すごい、メロンメロンだ。うんうんうんやったー。
ったの。え、ね、わかる。え、何が起きたの、何が起きたのってなって、スイカができてた。ね、ね。でもあんまりスイカできたことない。難しいよ。難しい。そう。楽しいね。みんなもやろう。みんなもやってる方多いと思うけど。ね。いつぐらい？去年末ぐらいから流行ってた。いつから流行ってたんだろう。ね。うん。頑張ってったって嬉しい。頑張る。うん。オレンジって呼んでるの、柿な、柿？え、これ柿なの？え、ほんと？でも確かに、柿？かわいい。もっと前か、もっと前なの？もっと前から流行ってるんだ。そうなんだ。そうなんだ。ちょっと遅れてるなっては思ってた、今スイカゲーム流行ってるのは自分の中で。あ、めっちゃ突然パーパーパーってなった。お、あ、いいよ。いい感じ、ね、その桃がさ、だってさ、その桃がパイナポーになってくれたら、そうだよね。だってメロン、メロンスイカだもん。あ、え、あとちょっとじゃん。頑張って。よしよし。でも多分もうすぐ溢れるよ。私ね、やばいね、これ来てるよ、だいぶ。頼む頼む。あ、いいよいいよ。いいよ。頑張って。え、いいんじゃない？来てるよ。あ、待って待って、来た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 。来たよ。なあ、これ、あ、やばい、溢れそう溢れそう。あ、あ、そっちじゃないって。いっぱいなプーにはなったけども。でもでも、急に隙間できた。ね。これ見るのも楽しい。これね、画面付きで皆さんにお見せできたらいいのにね。本当に。いいんですよ、今でもみーちゃん来てますから、来てるからね、うん、ちょっと待っててね、待って待って、なんかあるかな、喋、うん、りながらの、え、待って待って、ハロウィンの時はスイカがかぼちゃになってた、だって、かわいい、すごい工夫、そんな前からやってるんですね、うん、イコのイジョイパズルやってる？いや、もう一生推しメンをどうしようっていうのを考えてできてない、うん、できてない、うん、え、待って、上がれるよ、上がれるよ、間違えたよね、待って、超超って、逆にこれで大丈夫なの？なんか、箱の上に今ね、ぶどういるんだけど、溢れない、堂々たる顔つき、なんで？あ、でも来ちゃった、もう苦しいこの瞬間が、もうみんなが悔しそうな顔する、あ、終わっちゃった、やばい、もうもう、え、いくつ？2119、あ、普通、うん、弱い方かも。え、でも、いいとこまで、最高で2184だから、お、まあまあまあ、まあまあ近いですね、ということで、スイカを作れず、うん、作れずでした。スイカの顔できなかった、できなかったね、うん、楽しかったね、でもスマホでもやってね、やります、うん、ダウンロードしちゃおう、してね。スイカゲーム楽しい。うん。何の話しようかな、うん。ね。トークテーマもらおうじゃん。みんなから。なんかさ、改めてこうさ、配信ってなると、ね、なんかドキドキしちゃうよね。うん、だってあんなに今日うちら、ね、背中抜いて、抜いてたのに、ずっと1時間くらい。ね、ケタ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 話してたのに。うん、緊張しちゃう、配信になるとね、うん、なんだろう、そう、ずっと話してたね、うん。好きなお鍋の具材は何だって？なんだろう、あ、えのき好き。今日入ってない、えのきね、そう、すいませんでした、すいません、すいません、でももつ鍋はあんまえのき入ってないよね。そうね、普通のお鍋とか、うん、そう、一緒に食べた時もなんかお、うん、えのき、うん、大好き、何言ってたよね、えのき大好き、えらい、何が好き、うん、なんだろう、でも白菜好きだよ、白菜ね、そう、美味しいよね、美味しい、鍋といえば、うん、マロニーも好きかも、めっちゃ美味しい、美味しいよね、そうじゃん、待って、めっちゃ最近さ、そうだよ、めっちゃ最近鍋食べに行ったじゃん ね、4人お仕事の後に、
楽しかった、楽しかった。そうだよ、待って、鍋しすぎだねうちら。え、だって私さ、お鍋しか自分で作れないから、うん、まあそれでいいからいいんだけどさ、うんうん、そういいんだよ。そう、週4以上はね、先週お鍋食べてたよめっちゃ食べてる、うん、いいね、行ったね、鍋美味しかったな、ね、鍋好きすぎ、美味しいからね。なんかだって飽きないもん、うん。4人が誰か気になります。じゃあ当ててもらおう、当ててもらおう。誰だと思う？難しいかも、メンバーちゃん、うん、けどきっと分かる、うん、分かる、気が来る。おーんうん、でもさ、私たちのいみちゃんってさ、お仕事の前後でほんとご飯みんなに行く、うん、すぐ行っちゃう、嬉しい。お、みんな、え、あ、でも当たってるわ、みんな、うん、当たってる方もいる、正解はなっちゃんとななかちゃんでした、でした。4人で、そうそうそう、うん、みんななっちゃんって言ってる、当たり、すごい。でもなっちゃんってすごい特にお誘いしてくれる、うん、なんかこの間なんか次のお仕事終わりで次があって、うん、何時までに出ないといけないんだよね、うんうん、でもご飯食べたいってなってた時に、うん、すぐにねプルプルとお店に行って2人でご飯食べてランチして、さすが、そう、嬉しかった。うん、エッグベネディクトパンケーキ食べた。めっちゃいいね、おしゃれだね。すごい美味しかった、美味しかった、うん、いろんな、いろんな、なっちゃんはめっちゃ行動が早い、うんね、すぐすぐだって地図とかもすぐ、うん、え、そう、めっちゃ早いよね。そう、うん、そう、鍋もさ、なっちゃんめっちゃ締めをさ、すごい、え、そうだ、手際よくさめっちゃ手際よくさそう、ど、何あれ、卵、卵ソース、めっちゃ手際よく作ってくれて、なっちゃんがピュピュピュって全部作ってくれて、あれは、あ、そうだ、先に出たじゃん、さやが、うん、お仕事があって、うん、次、うん、あれはあの後みんなで食べたの、あ、食べたよ、あ素晴らしい、そう、美味しかったな、美味しかったです、とっても。なっちゃんが、みんなお腹いっぱいってなってたんだけど、うんうん、なっちゃんが作る雑炊が美味しすぎてそう、全然食べられた、うん、しかも私はなんかご飯食べるってなったら絶対白いご飯、お米を食べたくて、うん、確かに、そうだみーちゃんだけお米が飲んでた、めっちゃ食べた、雑炊も食べたし、うん、そうだね、そう、素晴らしい、最高、うん、美味しかったな、美味しかったね。またみんなお家でも鍋めっちゃするのに、外、そ、お外でも鍋するし、え、そうだよ、鍋、ご飯行こう、鍋がいいいいですね、最高です。寒いしね、ね、鍋ブーム来てるね。え、でものえみーちゃん結構みんな来てる子多くない？なんかちゃんもさっきなんか載せてたし、載せた、私もしてるし、私、さやちゃんもしてるし、キラリンとかも鍋好きなイメージある、うん、そうだね、こんな感じ。でも結構してるよ、結構多いかも、鍋ブーム、うん、最高、ね、え、めっちゃ話変わるんだけどさ、うん、今私めっちゃ前髪長くて、うん、で昨日ね、あ、長い？そう、うん、メイク落とそうと思ってね、前髪を分けたらね、うん、なんかね、うん、え、お姉さん、お姉さんだったので、なんかお姉さん顔あるかってなったら、うんお姉さんってなって、いいんですか、そんな姿見せて、さすがに成人式したからお姉さんになったのかもって思って、 お姉さんを見るちゃん、そう、え、ね、雰囲気めっちゃ変わるね。そうだから、アンチコンフィチュールの衣装とかさ、私おろしだからさ、髪が、前髪でなんかやろうかな、え、ノイミー会とか、そう、ノイミー会とかで、え、ねえ、ベレー帽をかぶってほしい、さやの、え、ベレー帽にセンター分けてさ、面白いことにならないじゃあ、あれでしょ、大阪と東京で、うん、あ、そうしよう、そうしよう、え、し、ベレー帽大好きだったもん、ね、そう言ってたじゃん、だから交換しよう、いいの、うん、やった、もちろん、嬉しい、嬉しい、決まりました、決まりました。どっちかで、じゃあ、じゃあ、え、本当におでこ出す、
火作る？え、あのこっちの自分のピンの火をでこだす、まあ、かもしれない、かもしれない、うん、じゃあ東京か大阪でおみるちゃんと髪飾り交換しよう。いつでもいいよ。なんかさ、あれハニカミの時も交換したよね。ちょうど去年の1年くらい前かな、うん、ね、嬉しい、嬉しかった。あのハニカミのさやちゃんのさ帽子ニットだからさ、うん、踊るとポヨン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 、あれすごい楽しかった。楽しかった。そう、ノットイコールミーとかさずっとこうやって跳ねてるからさ、うんうん、そのためにポヨンポヨンポヨン、楽しかった。かわいい、うん、どっちでしようかね。うん、いいね。ベレー帽かわいいよね。似合ってた。あのあれはなっちゃんと交換したの？そう、なっちゃんと交換した。可愛かった。ね、なっちゃんも大きいリボンのツインツインクラゲちゃんがあれ、ね、めっちゃ可愛くてレア。なんか、ね、髪飾りをさ交換するとなんかレアな、うん、レア感じが見れるよね、うんうん、お、ノイミー会の楽しみ増えた。だってやった、嬉しい。どっちかで交換する ねうん、ノイミー会のでもすぐ2月ね、入ったらすぐ大阪があるから、ね、楽しみ。うん、みーちゃんのはこういうやつだよね。そう、ピンでもピン2個だからもう自由自在。確かに、何しよう。コインみたいな形、なんかこういう、あ、そうだ、めっちゃ可愛いやつだ。え、そう、ひーちゃんのはリボン、ひーちゃんがリボンで、ももも リ, ボンもリボンで、そう、で私はピン。え、平気？もちろん。ついも多分いける。何しよう。何しよう。なんかしよう。楽しみだな。あのピンめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよね、キラキラ。うん、めっちゃ可愛い。映え。映え、映え。楽しみ。みんなも楽しみって言ってくれて嬉しいね。嬉しいです。嬉しい、嬉しい。ワクワク。うん、いいね。じゃあまたトークテーマ募集しよう。はい。暑いね。暑くてお腹いっぱいとお眠になっちゃうよね。バレてる？うん、バレた。みーちゃんめっちゃ眠くなってきたのかなってちょっと思ってた。やだ、バレたくない。ダメだよ、みーちゃん起こさなきゃ。そう、本当にその20歳の目標恥ずかしかった。そうだね、なんかオールスターみたいな。ニュースが見出し、本田美雪オールスターかわいい。そう、でもなんかそうね、なかなかない。あ、でもヒューストンの準備をしてた時になんかヒューストンの準備あわあわしてて、うんうん、あれはオールに入るのかわからないけど、そっか、オール ほとんどオールだったのかな。どうなんだろう。24時間起きてたらオールなの？あ、じゃあオールじゃないか。それともさ夜中に一睡もしなかった、一睡もしなかったオールなのかな。どうなんだろう。じゃあ24時間だったら私本当にしたことない。ない。え、でもせもないかも。24時間、ね、てか多分寝ちゃう絶対どこかで、うん、私歩きながらも寝れそうだもん。本当にないよね。でも確かにヒューストンの準備とか、そうそう、めっちゃ朝早い撮影の時とかだと割と、ああ眠れないってなる、ね、うん、寝ちゃうと逆に起きれるかなって心配になりだしたね、うんうん、24時間起きてたらっぽいよ。え、じゃないや、本当に。だって私なかなかヒューストンのフライト全部寝てたの、うん、え14時間え、やばいよね。帰り隣だったよね。帰り一緒だった。帰りはあの一緒に、うん、ゲームしたりとかしてたから、息が、そう、息が、うん、そう、なんか準備してて多分眠れなくて、うんうんうん、と緊張しすぎるって、緊張しすぎて多分眠ることしかできなかった、うんうんうん、そっか。そう、楽しかったね。帰り道帰り楽しかった、ね、いっぱい十何時間も隣で、ね、なんかさヒューストンなんか大体あの国内の飛行機だと隣のメンバーがあの一緒、うん、基本一緒じゃん、うんうん、だけどなんかそのヒューストンの時はバラバラ。あれあれ、メンバーだった。メンバーじゃないです。再度初めましての方だった。そっか、それは寝ちゃうかも。真ん中だったからちっちゃくなって、うん、でもみーちゃんとさ十何時間も隣のお隣の方いいね。いや、もうお優しかったよ。優しかった、うん、そう、ドキドキしてて、うん、萌えちゃんだったの隣が、うん、萌えちゃんってなったね。あ
いいな。そうでも後ろがキラリンだったから、で隣、うん、途中で隙間からキラリンのことピッて見て、うん、見ていいね、うん、バラバラだったねね、うん、帰りは楽しかった。楽しかったみーちゃんと。でもすごいよね、14時間とか一緒のすごい隣で、うんうん、ずっとこの状態、ずっとこの状態だった。すごい。何ビゲームとかしたっけ。ゲームして、私映画見て寝て、うん、ご飯食べてた。食べた2回出てきて、ね、そう。そう、サイヤは違うの、行きが萌えちゃんと隣で、え、しかもたまたま多分ナナか萌えちゃんさやだった。え、すごい、そんな、そう、そんな時あったの。え、あったよ。そうなんだ。あった。え、たまたま、多分本当にたまたまで、すごい。なんか確か萌えちゃんが先に座ってて、うん、萌えちゃんが多分ドキドキしてたね。あー、だから萌え、あのさやがこう来てで顔をすごいしてくれたの覚えてる。そりゃそうだよね。だってなんか海外旅行とか、うん、初めて、ノイミで初めてだったし、うん、そうで、そしたら反対側もメンバーが来たから、うん、3連だった。良いね。そう、そっか、たまたま。すごいね。前もでもメンバー前ももきゅん、あ、違う誰かいたんだよ、うん、チー、そう、あー、そこらへんか。そう、結構密集してて、でも前にいたメンバーは隣が、あの、初めましての方だ。それは私かもしれない。あ、本当？それ違うか、キラリンとかかな。でもめっちゃチリビジバーンでられてたもん。ももきゅんとミレタンがたまたま隣だったっていうのも覚えてる。あ、なるほどね。そう、本当にバラバラだったんだよね。ひょひょひょたまたまね、普段はね一緒だけどね、メンバーが、うん、ねえ、でもあと20分だ配信、うん、あっという間ね。お鍋食べておしゃべりして、ほかほかですよ。あ、イルミネーションも一緒に行ったね。ねえ、楽しかったね。楽しかった、うん、すごい、みーちゃんが素敵に動画も撮ってくれて。いやいや、こちらこそ。え、あのさ、うん、なんだっけ、こう一瞬だけ見れるさ、こう歩いてる途中で一瞬だけ東京タワーがさ、うん、なんかイルミネーションとイルミネーション見えるよね、あそこ。あれ感動したね、歩きながらわーって言ってね。あそこ綺麗だよね。ね、すごかった。一瞬、信号の渡るとこだから、ね、急いで一瞬で綺麗だね。ね、うん。行った。そう思うとめっちゃみーちゃんといろんなとこ行けてる、うんうん、嬉しい、ね、本当に。お、2月初めて、え、2人に会いに来てくれるの、嬉しい、ありがとうございます。だってもうすぐね、対面もあるしね、うん、ワクワク、うん、行ったね、嬉しい、嬉しいわ。やばい、トークチェンジでテーマ募集したのにうちら別の話してた。え、そうじゃん。みんなにじゃあ本当にトークテーマ募集しよう。 Q&A とか。 Q&A タイム、 Q&A タイム、うん、一回目を覚ます。うん、本当に寝ちゃう。危ないよね。私もなんかこの目のね、まぶたの閉じ具合が分かるの、うん、いる？ありがとう。もらおうかな、フリスク。みーちゃんといえば、そう、フリスク。そう、うん、私は、うん、振り入れとか、うん、集中しなきゃいけない時、うんうん、とか、うん、まあフリスクの味が好きだからおいしいね。おいしいよね、フリスクを絶対持ち歩いてる、うん、いつでも持ってるイメージある。そう、なんか、うん、ミンティアとフリスクの、え、そう、ここいるよね。そう、私はフリスク派。お、フリスク派覚えとく。でも確かにこの三角形の、え、そうそう、辛いやつのイメージある。そう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 、うん、おー、何色、え、一番スースーするやつが好きかも、うん、涙出ないくらい。
ギリギリね、うん、そうだ、みーちゃん今日朝から頑張ったから、え、待って、だからだよ、そうだね、そうだよね、そうだよね、いや、もうありがとう、ね、一緒にお鍋バーティーして、いや、こちらこそだよ、本当にちゃんとお家帰ってからちょっとだけ、うん、あの、おねんねんしたけど、ね、うん、急遽だったから、そう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 、ね、ありがとう、嬉しいわ、ありがとう、キッチンカーで、そう、偉いよ、本当にありがとうございます、そうだね、告知も急だったね、そう、6時朝の、そう、起きたらキッチンカーで販売してた2人が偉すぎる、ありがとうございます、偉いよ、ああのキッチンカーのお仕事がありますよっていうのは急じゃないです、さすがにさすがにね、寝起きの気にやばいやばい、さっきから今からキッチンカーにじゃないです、じゃこの遊ぶ予定が急だったよってこと、そう、こっちのね、こっちがね、こっち仕様だから仕様のやばいでもね、本当に、うん、皆さんの投稿とかがもう流れてきたよ、いや本当にありがたかった、まずそのお仕事をね、うん、なっちゃんとさせていただけるの嬉しくて、うん、2人でハイタッチしてました、うん、嬉しいっつって、でもそういうお知らせってさ、うん、結構急じゃん、今日会えますみたいな、うんうん、あの福岡とかで、ね、ラジオとかキャンペーンとかだと、うん、今日ですってなるから、うん、ね、そういう時でもね、皆さん駆けつけてくれるから、ね、優しい、ありがとう、うん、そう、起きたらキッチン変わった、もう、ね、もうそうだよ ね、 ね、土曜日っていうのはね、ゆっくり過ごしたいという気持ちですね、ね、ドッキリ好きだって、ドッキリ、今までドッキリってあったっけ、ない、そうだよね、ないかも、なっちゃんがプリン、プリン事件は本当にもう本当に分からなかった、食べちゃったよね、うん、かわいい、食べてないかどうだったっけ、そう、引っかかっちゃった、え、でもなんかあれ、みーちゃんいたよね、のいみ教えてでさ、ドッキリの練習みたいな、あ、その次の回に出る人だった、そっか、待機してた、そう、そうだ、ドッキリの練習したことある ねえ、やばい、本当に面白すぎる、あれなんだっけ、分かった、分かった、なんか寝てたよね、そうそうそう、寝起きドッキリの練習して、面白すぎる、でもHuluで見れるんじゃないですか、ね、いつぐらいだったっけな、あれめっちゃ前、本当に面白かった、だってもうお菓子ばらまいてたな、だってお菓子ばらまいてたね、さや多分ドッキリの、あ、そういうこと、練習、なんかさ、の意味教えてってさ、先輩教えてくださいだから、うん、いつか多分ドッキリにかかるだろうっていう日を想定してドッキリの練習をしたの、うん、難しかった、いや難しいよ、だってびっくりしなきゃいけないんだもん、うん、そうでもなんかドッキリのテレビとか見た、うん、あとは楽屋とか見るとこうカメラとかあるからって見ちゃう、探しちゃう、うん、探してさ、みーちゃんめっちゃ探偵だから、探偵だよね、そう、いっぱい、でもさや、ノイミー教えて、もうでもね、本当にみーちゃんが近くにいるとすぐ笑っちゃうんだよ、ねえ、もうそうだよ、さやちゃん本当に楽しかった収録の日があって、もう未だにその日の収録のことを思い出してるさよ。え、わかるよ。私も思い出す。思い出す。そう、笑っちゃうから。笑っちゃうね。本当に私たちすぐ笑っちゃうんだよね。そう。ちょっといつの収録かは内緒なんですけど。うんうん、すっごい楽しかった。本当に本当に笑いすぎた日の収録があって。しかもみんな笑ってないんだよね。なんかあんまり笑ってないし。止まらなくなっちゃう。うん、そう。なんか。でもなんか多分みーちゃんが笑うとすぐに笑っちゃうの、あ、最近もあった、つられちゃう、つられちゃう、ちょっと笑っちゃう、多分私がめちゃくちゃ笑いやすくてそう、なんかそう笑っちゃいけない時とか、ちょっとちゃんとダメな時は本当に我慢するんですけど、さすがに、うん、そう、なんかうんうってなっちゃうとキャってやつをね、抑えられなくなっちゃって、うん、そうするとさやちゃんが笑っちゃうの、2人で笑うともっと面白くなっちゃうしね、え、でもなんかうって思ったタイミング多分いつも一緒なの、いつも一緒だからで、こらえられないそうそうもうダメだよね、うん、うん、集中します、はい、してますしてます、うん、いや、さすがに本当に、うん、なんて言ったらいいの、
ね、本当にあのわきまえて笑っちゃダメな時は笑いの感情も出てこないですからね。そうです、さすがにね、集中してるんだけど、うん、本当にだから面白い話とかすぐに教えてくれるの、うん、みーちゃんが、みーちゃんのツボとさやのツボが似てるからすぐ共有してくれる。そうこれはさやちゃんが面白く思った嬉しい。あ、そうなの、そうこの間さやちゃんに言ったんだけど、うん、あのさやうさポテトチップスが出て、そう、あ、そうじゃないそう、私北海道でロイズの、あのチョコ、あのポテトチップスのチョコ、うん、かかってるやつ買ったんだけど、うん、そしたらなんかさやうさみたいなこう形にこうブフフって体がついてるみたいな、うん、ね、あのやつが食べようと思ったら出てきて、これは見せなきゃと思ってわざわざお皿に移し替えて、ね、嬉しい。そう、ちょっと今度のせよう、嬉しい。なんかあれだよね、ポテトチップスがこうたまにつながってたりとか重なっちゃってて、でチョコがコーティングされてて、そう、さやうさのポテトチップスがあったのって言われて、そう、一瞬どういうことってなったね写真見せたら、ね、うん、あ、なるほどってなって嬉しい。そうそうそう、わざわざお皿に私書いてくれたなんて優しすぎる嬉しい。にっこり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 になりました、ミラクル。まあでもさやうさんに似てるって言えば似てる、うん、そう、でももうちょっと胴体短いよねあれは。確かに、私お耳ももっとこう、うん、でもすごい似てたね。嬉しい、本当に笑っちゃう。でも本当にその収録いつかは内緒なんだけど、まあ未だに笑っちゃうって思い出してやめての、あのティッシュ夫婦、この間の前の前か、あ、塩ミルの前のあれ、さ、あのひーちゃんが辛いの食べてる時にさやちゃんがティッシュでフーフーしながらさ、うん、ティッシュ落とさないゲームみたいな、あれめっちゃ面白かった。難しい、あれ本当に面白かったおミル本気の笑いでもちーちゃんと私はさやちゃんがツボだからね。そう、めっちゃさ、ね、そうやって言ってくれるよね。本当になんで、本当に面白い。なんで、なんかたまになんか、なんか普通にしてても、うん、なんか塩ミルの二人がさやを見て笑ってる。いや、面白いことしてるんだって本当に。そう、そうだから、うん、そのままでいてほしい。え、本当？じゃあ二人を笑かせられるように頑張るわ。ありがとう。嬉しい。本当に、いやでも楽しかったな、思い出。ね、思い出の日。いつの回か当ててみてください。絶対に当たらないけど、絶対に当たらない、ね、絶対に当たらないけど楽しかったね。さりげなくね。いやでもみーちゃんめっちゃ面白いよ。いやいや、見つけるのかね、多分ね、うん、報告するからだよ、その面白いものを見つけて。そういうこと。え、でもふとした時とかめっちゃ面白い。ほんと？うん、レッスンの時とか。レッスンの時に面白いってやばくない？何してるの？なんか楽屋とか。え、楽屋？そういうことさっき。なん？さっき言えないけど。だってうちはなんか NG 多くない？NG 多すぎる。でも全部ね、あの全然そんなことないんだけど。そうそう、あのなんて言ったらいいんでしょうね、こう。ね、恥ずかしい照れの部分でね、うん、そうそう、なんかさっきからなんか言えないけどみたいな、言えないの、会話多すぎないうちら全然言っても大丈夫だけど、その恥ずかしい部分でね、うんうん、そう、言えなく、言えないけど多くないって言われて、そう、全然そのなんか
これは絶対に内緒にしようねってことでは全くないんですけど、うん、そうそうなんだけど、うん、さっきその背中向いたおしゃべりしてた時にみーちゃんって面白いなって思ったことがあって、そのリハの時だよね、うん、あの覚えてる、さやがちょっと待って、あれだよ、ちょっと待って後ろ、あ、待って、これ以上言えない、待って待って、思い出して思い出して、待って待って、後ろ後ろ、あのリハで、あっ結構いろんなとこでやってる、やってる、うん、楽しみだな、うん、え、でも見たことあるよそうでしょ、うんうん、なんかそういうのを見てみーちゃんを見て元気もらってます、よかった、ありがとう、よかった思い出したよかった、楽しそうだ、あ、待って待って、あと5分ぐらいで終わっちゃうから、なんかスクショタイムとか、スクショタイムしますか、どんだけ面白いエピソードなの、だって今日みーちゃんのガチ笑い何回も、え、そうだよ、なかなかだよね、本当に面白い、早いわ、うん、あっという間ですそう、なんかとか私なんかみんなで走ってる時に笑っちゃうの、なんかどういうこと、なんか、うん、走らなきゃいけないお仕事とかあるじゃん、なんか走らなきゃいけない仕事、え、なんか、なんかあるかも、ちょっとなんか、なんだろう、ちょっと急がなきゃいけない時とかさ、うん、でもあったかも、そう、ね、そう、あった、急にみんなが走ってるの見て笑っちゃう、ね、ちょこちょこちょこみたいな、え、そう、なんか急ぎ急ぎみたいな時にハッハッって笑っちゃって、そう、本当に苦しくなっちゃう、はあ、じゃあみんなが走ってる時にみーちゃんを見ます、はい、そういうことにし、あ、面白い、楽しかった、楽しかった、ありがとう、あ、ネタワーを、ね、ありがとう、ありがとうございます、後日書かせていただきます、じゃあこっちもなんかあのスペシャルなタワー、ちょっと待ってね、すごい、七福神の皆さん、誰がくれたのこのスペシャルなやつ、待って、ちょっとあと一旦じゃあスクショタイムするか、じゃあ私のところから行く、さやちゃんのところから行く、こっちさやちゃんのところにしようか、一回ちょっと一旦ね、座高をちょっとあげる、待って待って、あ、いなくなっちゃったかも、ちょっと待って、マトバくん、スペシャルタワーありがとうございました、ありがとうございます、うん、ありがとう、じゃあこっちから、はい、座高を合わせました、ありがとう、なんだろう、ポーズ教えて何がいいかな、オレンジってどんな顔だったっけ、うん、あ、これだ、うん、いいね、ハートとか作る、あ、かわいい、あ、いいね、うん、いいんじゃないですか、あ、初恋カムバック一緒に作ったし、こうでこう、これいっぱいね、あの、うん、ツーショット写真館、え、私もやる、やってる、うん、え、なんか嬉しい、かわいい、かわいいよね、でも2人で作れるからいいよね、嬉しい、うん、ヒロインと狼、あー、赤身、え、かわいい、いいの、やろうよ、もちろん、うん、やおー、かおー、近づいてみる、うんうん、よし、ありがとう、じゃあこちらも、こちら下がって、はい、猫耳、うん、いいね、うん、あと、お、顔ハート、こうかな、うんうん、パイナップルはあ、みーちゃんが得意です、どう、いいパイナップル、いいパイナップルですか、うん、いや、よかった、よかったです、いいね、イエイありがとう、ありがとうございます、ランキング読む、あ、せーちゃん読むな、あ、え、じゃあ読もう、うん、じゃあピュッてなっちゃうかもだけど、13位からお互いいきます、はい、あ、じゃあもう一回座高合わせて、はい、いただいて、ありがとう、いきます、13位ひろぴー、12位みゆか、11位かぼちゃん、10位ふくまるゆうすけ、9位のりのり、8位さくらもちもち、7位ひろひろ、6位プラス
きます。5位タミヤン、4位魚卵、3位カナミ、2位マサトそして1位のぞみ。ありがとう、ありがとう。こっち、ありがとうございます。続いて、13位さくらもちもちさん、12位ゆりぽむちゃん、11位ぴょんこちゃん、10位つのちゃん、9位ペンタンさん、8位みなずきさん、7位こたさん。ちょっと待って、何リズムが良すぎていいね、刻んでる、はい、6位スカイブルーさん、かわいい、あ、そういうことか、私か、うん、かわいい5位わたさん、4位ぶちさん、3位ドゥルルルルルルダブルピースさん、イエイ続いて2位ドゥルルルルバン、おもちちゃんやだ、1位ドゥルルルバン、ひかるさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。わ、待って、59分じゃん、やばいやばい、ありがとう、皆さん急なのに、ね、あ、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、美味しかったです、美味しかったし楽しかったね、あ、いっぱいお話しして、ね、なんか目覚めた、うん、めちゃくちゃ目覚めましたなんで今かわいい、お元気を見るちゃんでも ね早かったから寝てね、はい、今日は寝ます、うん、みんなありがとうございました、おみるちゃんのファンの皆さんもありがとうございました、皆様楽しかった、またやろうね、ね、うん、お鍋みんなも食べて元気に、はい、ポカポカに、たくさん笑ってポカポカになろう、うん、ありがとうございました、バイ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 、切れるかな、うん、手を振ってバイバーイ。